上帝キャッシーボクテスラ株を FOMC 利上げ2日前に売却ということでニュースそろそろキャッシーボク売るんじゃないかと思ってたんですがついにキャッシーボクテスラ株を利確一部ですけどね全部売ったわけじゃないけどもということで売却しましたということですさらにビットコインがウィックオフパターンでこれ反発するんじゃないのかしないのかっていうところがまあこの、ね、ツイートのあれでもあったんだけども これそろそろね上に行くんじゃないのみたいなそういう感じになってるので、まあ、このパターンが今これ似てて今2番目ちょうど、ね、ここ2番目反発するんじゃないのみたいなあれがありますということで、えー、FOMC まであと2日、ね、今回は利上げをしないのではないかっていうふうに、まあ、あのマーケットでは予想が、ね、されていて98%の確率で今回は利上げをせずキープで次回11月 これも利上げするんじゃないかって確率が4トだったんだけど27%に落ちてる。これはもう分からない。ね、原油が、ね、上がってきて、インフレがこれから冬に向かって上がっていくっていうのに、ね、これで利上げを、ね、あのしないっていうマーケットのセンチメント、認知的不協和音、ね、コーニティブディソナンスよ。ちなみに原油価格91.46でこれ94いくんじゃないのかっていう状態です。ということで皆さん、今日もです、ね、やっていきたいと思いますので、スマッチョよろしくお願いいたします。 ということで、まああの、週末だったんで、ね、株は動いてないんだけども、まあ、キャッシーボークがテスラを売っていたっていう話を、ね、まず最初にしたいかなと思いますよ。ということで、えー、これねサイトで、えー、紹介されているのかもわかんない、最新の情報はまだないのかもわかんないけども、ニュースでは先週ね、ねキャッシーボークがテスラ株売却したっていうのがあるんだよね。CafeWood just sold off, off 4 million of ARC's largest holding. メイキングアップ、than 11%パ、あ、uh,、イツパートフォリオということで、ポートフォリオの11%に値する、まあ一番ね、ホールディングとしてでかいもの。それって何って言ったら、まあもちろんね、テスラなんだけども、テスラ。ね、これ、アーク K のファンドとか、アーク Q とかいろいろあるけども、アーク K の中で一番だったのが、ね、これ、テスラ。で、テスラ何って大体、ウェイトで言うと11.46%。ポートフォリオの11%がテスラ。うん。これのね、うち、トータル何ミリオンっていう状態なんだけども、 えーとマーケットバリューで言うと887ミリオン分持ってるんだよね。うん、コストアベレージ108ドル、超安いじゃん。今はね、270だからやばいよね。コストアベレージ。相当、ね、早い段階から買ってたからコストアベレージが108ドルなんだけども、887ミリオンあるうちのたったの14ミリオンだからね。うん、だから、パーセンテージにすると14割887だから、たったの1.5%よ、うん。だから大したことない。 1.5%を DCA のドラーコストアベレージで売却してるっていう話だから、あの全部売ったとかそういうわけじゃないからね。まあ理確ですよ、理確。しかも FOMC 前に上がってるブルガモがね、今、春っぽいからってことでね、売ったんだと思う。ということで、Arc Invest Innovation ETF。ArcK ね。ArcQ とかいろいろあるって言ったよね。だから ArcQ。Q。ね。これでテスラを売ったということ。うん。 これでもマーケットキャップ七十六ビリオンで、マーケットバリューが百五十五ミリオン。だからテスラ、そんなにこのファンドではたくさん持ってないんだけども、まあ、売ったということで、水曜日、先週の水曜日ね、十四ミリオン分売ったと、えー、いうことです。This sale extended a long running streak to 13 consecutive trades where the fund reduced its Tesla ownership. ってことで、まあ、あのー、テスラ株を段階的に売ってるんだよね。まあ、なぜかってさ、株価が上がればね、 利格売りしてるから、こうやって価格が黄色なんだけども、黄色がさ、219の時ぐらい、ちょっとまた買ったんだよね、紫がホールディングの、ね、数、ちょっと上がったよね、3.3から3.35とか、ちょっと上がってってで、株価が上がってった時にやっぱり、ね、売ってるんだよ、段階的に。だからシェアがどんどん落ちてるよね、こうやって、紫が。ということで、まあ、この時ぐらいからずっとね、利確してるよね、紫落ちてるから、シェアが4.1だったのが今、今、3.27。 まあこれはなぜかというと、パーセンテージ11%にしたいから、株価が上がっちゃうと、時価総額も上がっちゃうから、これ、売って調整してるってあれなんだよね。そういうふうにポートフォリオやってるってことよ。だから、ここの時がっつりね、2022年の年末、今年の初め、108ドルの時この時にがっつりと、めちゃめちゃ買ってたよね。3.17から4ミリオン、だからすごいね30、30%以上買ってるね、う。ん 3ミリオンの30%って大体ね、1ミリオンでね。30%増やしたわけよね。増やしてから今ね、また3.27だから、戻ってきたね。うん、理学して。っていう状態よ。Tesla is still king of Arc Innovation Castle. ということで、Arc Innovation の一番のねあの、ベッティングしてる、投資してるのは Tesla だよ。ということで11、11%。株価が上がると、この11%があっちゃうから、トータルでねあの、マーケットキャップっていうか、時価総額。だから売って、 まあ、調整してるっていう。まあ、どこもやるからね。うん、ウォレン・バフェットだってやってると思うますだって。うん。あんまりだから、テスラにエク,エクスポージャーがね、割合がでかすぎると良くないからってことでやってるのね。はい。ということで、キャッシーボグに関しては、テスラ株がね、2027年までに、なんだ ?2000 ドル今から10倍するみたいな、その話をしたけどもさ。うん、どういうことや。で、Why Cathy Wood is leaning into Roblox? Rob Roblox ってロボットっぽい名前だけどね。 ということで、ストック株がね31%ね下がってる。で、そういう下がってる時にやっぱり買ってんだよね、キャッシー僕は。だからロブロックスってなんだって感じだけどね。うん。ロボット関連じゃないの。トップ5入ってると思う入ってないかユニパスはソフトウェア関係でしょ、ロボットの。ロブロックス来たーなんだこれね。おめっちゃ買ってんじゃん。うん、だからやっぱりそうだね。価格が上がった時に利格して安いものにね、ファンドを移してるわけだよね。うん。 で、このロブロックスって何なのって話なんだけどさ。うん、これで。見てみたい。ロブロックス、Effectively moving 40 million from the stock to video game platform。ビデオゲームプラットフォームはロブロックスだとロブロックス stock has fallen nearly 80% from the all time peak of November 2021. ね、あの、ビデオゲームのプラットフォームって韓国系とか強そうだよね。うん まあまあまあこれなのかよくわかんないけどねまそれがどうかわかんないけどまあどっちにしてもねキャッシュ僕利確してる時っていうのは結構ね反転しそうな過去のあれがあったんだよねということで次ビットコインで反発するのかどうなのかビッグオフパターンについての話したいなと思いますちなみに週末のビットコイン動いてなかったよね 全然動いてなくて、2万6000ドル台で、ここでね、次どうなるのって話だったんだけども、まあ、上のね、レジスタンス50日が落ちてくるんじゃないのか、みたいなのもあるし、ウィークリーチャートで見ても、200日ムービングアベレージが上にあって、こうねう、ここ、ここまで1回ね、2万8000グラム戻すのかどうなのか、ね、4時間チャートで見てみると、ちょうど200日ムービングアベレージがあって、これレジスタンスになってもおかしくないし、2万8000までいってもおかしくないし、どっちなのよ、みたいな。 また、ファンダメンタル的には FTX のチャップ入れで、500ミリオン分800億円分のビットコインが売られるプレッシャーがいつ来てもいい。先週の水曜日にえと裁判所からね、強化が出たから。だから、落ちる可能性もなくはない。クジラんショートするかもしれないっていう状態。一方で、この,ねあの記事なんだけども、ビットコインプライス shows textbook week of moves as ビットコイン balls defended 25k。ということで、2万5000割れないよねって話で、 で、このね、あのウィックオフチャートね、ウィックオ,オフテクニカルパターンだと思うんだけどね、下に行って、上に行って、上に行くみたいなね、なんか似て,なく似てるよね、これ見てみると。うん。そこを作ったのが年末年始でしょ。で、今、ダブルトップやって、下に下げようっていうところが2番目なんだよね。今、下げれば下げるよっていうね、下げないよ下げりじゃないけどね、ここでショーターをあのベアサーモン焼きして、上にね持っていくっていう、 やり方がすごいい似ててるなっていうのののはオリンピックの時の話したよねここだよね、まさに。ここ。最後、ブレイクアウトさせるよと思わせて、ショートをにぎにぎさせてからの、がっつり上に上げるみたいなね。これがオリンピックの時にやったからさ、これちょっと上がるんじゃないのって思っちゃうってう話をしたじゃん。うん、そしたら見事に上がったっていうね。ゴリトルダムスの証言したって話ね。うん。まあ、これはね、ショートタームのあれだけどね。時間軸的にはこれは、ワンデイーチャートで見てるから、そんなにね、短いわけじゃないから、あれだけどね。うん。 まあこんな感じよ。まあいろいろあってね。まあ明らかにブレイクアウトパターンの見せかけたフェイクアウトだったよね。ここは、ツンって。うん。これファンダメンタルが入ってきたらどうなるかわかんないからね。うん。これでファンダメンタルでさ、あのー、スポットビットコイン提供申請や許可っていうのは11月までは次は出ないけども、まああとは FTX ね、売るか売らないかはね。で、ビットコインアット 45K、クリプトアナリストプリデックスアップカ c o m i n g b u で、上がるよーとかって言ってるってアナリストがいるって話なんだけどもさ、4万5千まで行くのか。

おとといのニュースではさ、なんだっけえっ、ー、と、何ビリオンだ ?1400 億円だから1ビリオンだっけ <laughs> ?2038 年までに1ビリオン。これは5ビリオン。でも時間中書いてないからね。プロジェクション50 times higher than most expert forecast。あれだよね。キャッシー僕が2027から2030年までに1ビリオン人くと言ってんだよね。1ビリオン。ベースケースで1ビリオンで、アグレッシブで2ミ,2ミリオンとかですよね。5ビリオンってでも時間中書いてないから分かんないよね。 2050年までにゴミには行くでしょ。<laughs> でも2027年までにいくら行くんだろうね。向こう2、3年で。2、Two、conditions are almost met.First Bitcoin spot Bitcoin, Bitcoin ETX may launch this fall and FACB is working on new crypto accounting standard.Banks offering Bitcoin based financial s e r v i c e これ、あれだよね。おとといったよね。あの名高い,名だ高い、ね、ドイツバンク、ドイツ銀行が機関投資家向けにビットコインのコストリアンサービスを始めたみたいなね。 うん、アメリカではコインベースがもうやってるんだけどさ、うん。で、あとはスポットビットコインが入ってくればみたいな感じだよね。うん、5ミリオンと言ってもね、時間軸がね、セイラーズプレディクションは5ヶ月 higher。でもいつまでにってのをさ、ないとさ、あんま意味ないよな、ねうん。死ぬまでに5ミリオンって言われてもね、うん、死ぬ時に5ミリオンでもさ、それじゃあねって感じだよね。まあまあまあそんな感じでビットコインは直近では まあ、テクニカルとファンダメンタル交錯していて、いつね、サプライズ売りが来てもおかしくない状態、むしろそれを待ってる人たちに衝突させてね、ちょっと落とさせて、そこから上げるってこともなくはないので、まあ、注意が必要だよね、うん。今が今だからやっぱり、そのファンダメンタルのニュース、でっかいの来るからさ、ね。っていう状態かな。うん、ということで、まあ、あの次に大事なニュースっていうのが、 最後の晩さまであと2日ね。FOMC ミーティングまであと2日今週の水曜日ね。うん。ということで、まあ、利上げは今回しないだろうけども、パウジーのスピーチが問題だよね。TRT するのかどうなのか。ね。強制手術をキャンセルして TRT しますって、ジェフ・ベゾーの中身になるのかどうなのか。うん。ディアンバンクス Banks Under Pressure。BMO。BMO ってバンクオブ・モントリオールなんだけども、車のね、自動車ローンのあれをね、ビジネスやめたとかね、一昨日見たツイートで。 あの金になんないのかねデフォルトしちゃうからダメなのかわかんないけどね。自動車ローンやめたとか言ってた。で、TD、ねトロントドミニオンバンク、CIBC、コマーシャル、違う、ケネディアン・インペリアル・バンクオブ、ケネディアンん・コマーシャル・インペリアル・バンクボ・カナダかなあれ、ケネディアン・コマーシャル入ってたなコマーシャル・インペリアルかなうん。カナダのね、銀行、ははネガリブアモータイゼーションの 5th of their mortgages。ね、住宅ローン、ね、いろいろちょっとやばいとかね。 で、10年国債のイールドが上がっちゃってるってことでね。まあ、これと、まあ、原油価格と、まあ、インフレだよね。うん。上がってるよ。10年国債のイールド。オールタイムハイじゃん。やば。2022年のさ、年末あったじゃん。AI 特需の前の時ね。あの時以来上がっちゃったよ。うん。これはまずいでしょ。2年国債、やば。なんだ、な、ちょ、ちょ、ちょ、どうしたこれ。これ昨日か。いやでも昨日日曜だから動いてるはずないもんな。 あれ国債って土日動かないよねこれ今日かもう今日1に上がってるの何なんだこれ ?5.6% いっちゃってるこれはやばいぞ。どうしたこれ <laughs> これはやばいぞ。うん、これ逆入るとすんげえ下がるんじゃないあれ下がってねえな、うん。で、ドル円が180円。148円か、うん。そろそろ VIX もね。 まあだから、あと1、2ヶ月ぐらいで CPI と失業率がね、しっかりと情報が固まって出てくると思うから、それで動きが分かるんじゃないかと思うんだよね。テスラ280までぶれてほしいよね。もう一回、もう一上げしてほしいよね。うん。でこれ、昨日さ、一昨日か。一昨日書いてこのレジスタンスライン。これね、なかなか、なかなかいい線いってると思うんだよね、このレジスタンスライン。だから、これ意識されて、ね、驚きではないと思うから。 一回ちょっと上げたところで売りたいみたいな人はいると思うんだよね。ビンビンファースト <laughs> はい。ということで、まあこんな感じでね、あの、これ昨日ね、ライブで、ライブってか配信できなかったあれね、あれよ、テストスロンとかさ、筋トレの後のポストワークアウトのカーブとかプロテインとかね、ファスティングとかケトとかね、いろいろ YouTube めちゃめちゃリサーチしててさ、テイキングノートしててさ、それでまあ、まあ8時間ぐらい時間費やしてさ、そっちの方が大事だったからさ、ごめんちゃい ゴリロスしてる人いたかうん。涙は枕で拭いたのかということで、皆さん、役立ったと思ったら、ぜひグッドボタン、スマッチボタン、最後の晩餐まであと2日、おむつ買いだめしとけよ。ということで、また後でお会いしましょう。バイバイ。